ねふっちゃん、ちょっと散策しぐらいしてよ。なんで？やって。ダメ？パリインパクト左打ちダメなんです。いや、それもね、結構ありそうね。まさき、する？まあ、もういいけど。よし。あ、白からありがとうあ、ちょっとね。まさき、さんだけ。待って書くこともできる。待って書くこともできるよ。みんなありがとうね。あら、見て見て見て、20でしょ、20でしょ。もうほら、画面が違いだからね。どうしよう、どうしよう。どうしよう、ね、どうしよう。どうしよう、どうしよう。風ためたい、風ためたい、風ためたい。いろんな倒し方できるからね、どっちか。いろんな倒し方できるからね。風まとめ、まとめ。風がまとめ。風まとめないね。風がまとめない。楽しいかい。今日丸使え、俺ね、いい人になるって決めたの。でね、毎日、カレンダーにいい人だったら丸ってつけようかな。今日はね、バツなんだ。今ね、こう、なんか寂しいからコンボちょっと伸ばしちゃおうかな。パワーアウトしてる、パワーアウトしてるよ、パワーアウトしてるよ、パワーアウトしちゃってるよ。どうすんだ。これやっぱダウン欲しいよね。今日にした方がいいか。絶対ダウン。絶対ダウンね。勝利とかね。ダウン。ハンデ戦？いや、ハンデ戦終わった後でハンデ戦してあげる？ね。十対切れ。どんなにこの最先から。何さ、3先から10先なの？ローボーやばすぎるでしょ。入ったら、時間変わんねんだよ。時間なの？おっといい。長くしちゃおうかな。今ね、ジョスクールね、けどうまい。ジョスクールに対してジャンプでしょ。対策だね。ジョスクールに対して前ジャンプするっていうのが対策持ってたでしょ。それに対して、ボディジョスクール対策する。これ、対策。ちょっとなんで。なんでなんで。じゃあ、ハンデあげる、ハンデ。なんでなんで。じゃあ、自主的に投げておうかな。あ、いいね。もう一個の対策だ。ねえ。ちゃんとキャラ対してるね。それがね、大事なんですよ。おー、じゃあ、そこからの子もあげ。いいよ、いいよ、金またぐ、金またぐね。いいよ、いいよ、どうする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 の、どうするの。どうしたらいいんだろうな。クギー DV。 でももしかしたらさ、今後こういうのが DV って言われるのかもね。恐ろしくない？そんなさ、わちゃわちゃさ、楽しんでてさ、こんなゲーム行きたくなるー。わかるよー。こんなゲーム、だって俺が教えたんだもん。したくなるね。投げちゃうから、投げちゃう、おい！すごい！爆戦！えらい！投げる系じゃないんだね、そこね。うん、飛びたい？言う風まとっていいよ。風まとっていいよ。いいよ、風まとって。もう打たないから。風まとっていいよ。飛びたく行こう。いいよ、いいよ。退屈させ、退屈させ。こう、退屈させよ。こう、飛びたく行こう。こう、飛びたく行くからね。いいよ、す。いいよ、風の立ち。風の立ちないの。風の、いや、離れちゃうかな。評価下げたくないのよ、みーちゃん。風まといない。風まといない。どうしたら風まといないの。教えてあげるからね、みーちゃんのね。その風をまとめないのね。風のまとい方ね、
私に一個ね、みちゃんに教えるからね、それでね、あの、許してくれるね、それでね、えんちゃんね、えんちゃんね、よくね、あの、しゃがみ台パン切った、ね、カテマトリするでしょ。でこれね、カテマトリしてるんだけど、実はじゃ効率の面のね話をね、これなんでなんで教えてないんだってなる。ねえ、でここれこれこれやって、これ嬉しい、これカテマトリ嬉しい、これもカテマトリ。だけどだけどこれカテマトリ、これやってこの後こういう勝利剣打ちました、うん。ラッシュとか重なるね。うん。重なりますよね。こうやったとこはこういうね。これどういうこと？状況がお、あの風の数同じになるってこと。風まとってます、どっちにしろ風まとってますこれ、うん。でしかも、うん、ちゃんと置き攻めしてます、うん。じゃあそっちの方が偉い、そういうことなんですよ。姉ちゃんはいつもこうして立ち回りなんだけど、うん、例えばガード、うん、ガードガードガードという概念でいきますよ、うん。例えば昇竜拳、この後、ガードでこうなります、うん。見て、1本なくなる、うん。相手がもしこう、うん、ヒット、うん、がガードだった時に1本ゲージなくなりますね、うん。惜しいね、うん。でしかもこっちもゲージ結構増える、うん。だからこういう置き攻めする時に、うん、まず段取ってから風をまといに行くっていう選択肢の方が、うん、結果的に効率がいいんだよね。え、じゃあシャガ台の後にトマホークとかでダウン取った方がいい、取ってラッシュ使って寄ってって、うん、でしゃがみ台パン風まといとかいうルートの方が綺麗なんですね、うんうん。しかもこの時に、伸びしろね、うんうん、あのいやもう最近結構さ勝ち負け難しいでしょ。でこうなりましたってなった時に、うん、なりましたラッシュで打ちますで当たってたらラッシュの後のしゃがみ台パンはこれが繋がる、強が繋がる、うん。ってことは当たってたらでガードタッチにすれば、うん、まあ、これちょっと考えるからなんだけど、うん、まあ、こういう状況で、うん、もう大丈夫、うん。でしかも駒投げがあるからラッシュしゃがみ台パンもすごい当たりやすいのよ、他のキャラに比べて、うん。でも駒投げ警戒するじゃない、うん。そうだからそのどっちにしろ風はまとえん、まあ、確かに、うん、そのしゃがみ台パンのところにリバ打たれたり無敵打たれたらダメなんだけど、うん、まあ、俺はこっちの方がいいかなと思う、うん。これも中段だけど、これ大にすることによりで、またこう行って、うん、これ、これ見て、2本、うん、2個もまとえたね、今日でダウン取ったから2個まとえた、うん、うん、うん、どう？平然の伸びしろはここ、うん。今やってることは、うん、やっぱこのしゃがみ台パンの後に、うん、この、やっぱこの動きがないから、うん、そのせっかくさ、すごいいい状況なのにそれを相手に渡しちゃってんの、あ、今すごい私いい状況だよ、うん、あ、だけどなんかちょっと申し訳ないみたいな、お裾分けしちゃって、私のせっかくのターンを終わらしちゃってる、そう、うん、なんかね優しく終わらしちゃってる感じするね、うんうん。そこはだから、うん、どっちのなんで頑張りたい、で、うん、ヒットしました風まといじゃなくて、うん、ヒットしましたダウン取りますラッシュします風まとい、うん、これをちょっと意識してほしい、うん。まあ、ちなみに俺あのリリー使いじゃないから、うん、あれだ詳しいことは分かんないんだけど、まあ、絶対こっちだと、そのさ、まずあのリンジレイにさ近づけないんだけど、それない頑張って次何、次出して投げようかな、次どうしよう、次どうしよう、次どうしよう、あー分かる、マイクも大事ですよ、マイクも大事ですよ、マイクしたら落とされるから、そうだね、あーごめん、ちょっとごめんね、じゃあ殴っていいよあ、俺の殴っていうインパクトすごいすごい、ちゃんと手癖が、手癖すごいね、いいインパクト返しちゃった今の今の俺のブラフインパクトが今日のね、よしキューどうぞ、よし今日の予習でこれで終了ですね。今のはまあ確かにね、ちょっとね、俺も殴りたくないんで。いやー、本当デジタル DV が可決されたら、俺一瞬で無所行くから。うん。
あいや、あいやよ。いや、どう結構使わないでしょ今日の。使わない。え、使わないでしょ、なんかその、いろいろさ、理解できるでしょ、玉の工房とか。で、俺が教えたいのは、こういう裏の選択肢あるよって。なんかそのさ、教えてもらったことのさ、その対策の対策がいっぱいあるんだもん。そうなの。クルリンとかさ、ピョンピョンとか。DJ なんかいっぱいあるんだもん。これね、すごい難しいんだけど、兄ちゃん、すごい優しくされてるでしょ、いろんなさ、リスナーとかからすごい教えてもらってるでしょ。でそれって、トータル優しくないんだよね。リスナーも優しくない。え、だからそのね、なんだろうな、その、いや俺ソフィアさんに教えてた時も、いいですね、うまいですねっていう教えてるね、人もいたよ、コーチ。だけどね、本当の優しさっていうのはね、ちゃんとそっちで伝えることなんですよ。で、こういうこともありますよ。いろんなことを教えるのが、その結果的にその人ためになる。みんなは今日めちゃめちゃ強くなりました。本当だ。ねえみんな。これ DV 旦那じゃない、大丈夫？え？私のためこれ。私のために。いや、これもっと厳密に言うと、俺は全員対処これ、だから君だけじゃない。俺は平等にこうやって人に教える。優しくしないよ。優しくしないっていうか、これが優しさだと思ってるから。うん。だって、ソフィアさんと俺って研究所とかで、あ、ありがとうございます。どうした、ありがとうございます。わざわざありがとうございます。俺はだからその、ちゃんとその人に対して、そのいいと思ってることを教えて、結果的に、今まで全勝ですよ。だけど、俺は悪いやつだって言われるんだよ。で今日も言われてる、おかしいよ、いいことやってんのに。でもみんなすごい頑張ってるじゃん、なんでなんでおかしいよ、おかしい、おかしいよ、それはおかしい、お前おかしいと思うねえ、いいことかな。そうだって今日だってちゃんと教えてんのに、でなんかそれで強くなってんだよ、間違いなく。私強くなった今日。涙の数だけ強くなれるよっつよ。ね、岡本さんも言ってました。